でもあのプリウスのあの世界観っていうのは確かに新鮮だったんですけど、うん、今のプリウスがバカ売れして、うん、皆さんあの感じを味わって、次の車もあれもう一回味わいたいなと思うかどうかですよね。思うかどうか。だから今年間30万台売れてるじゃね、うん、でそのうちの何割かは、うん、多分今年はゴルフセブンに行って、そうだと思いますよ、フィットに行くのかなと、うん、だからトヨタとしたらその年間30万台売れてるプリウスの客を守んなきゃいけないんだけどね、うん、違うことできないし、うん、トヨタは。そうですね、やっぱり今更エンジンブンってかかったら怒られるしねそうだからもう一回ハイブリッド乗ったからいいやっていうふうに、ん、その皆さんが考えるかどうかって、それをトヨタはいやもう一回プリウス乗りたいって思わせる何かを提案しない限りは、うん、おそらく、うん、いろんな選択肢が今の現行プリウスのオーナーの前には用意されてくるん で、うん、で意外とねプラグインプリウスがトヨタは本気じゃないじゃない、うん、はい、やっぱりかなり懐疑的でしょ、はい、リチウムに対してね、うん、すると今のプリウスユーザーがもう一回3年4年経った時に、うん、次に乗る車って何なのかね、 CT200 かな、どうなんですかね。でも一つの有力な選択肢がやっぱり圧倒的にハードウェアのいいゴルフ7ありますよね、うん、ゴルフ7と、まあ、フィットハイブリッドと、でもひょっとしたらアクア行っちゃうかもしれないし、もっと取り越して軽自動車行っちゃうかもしれないし、うん、まあ、いろんな選択肢はあると思うんですね、まあ、CX5 行ってもいいんだけど、でもそのそこにいや僕はハイブリッドをまた欲しいんだ乗りたいんだっていう、こう物選びの中心にハイブリッドしかも2モーターが来るかどうかっていうのが、うん、僕は必ずしもそうではないのかな。今までどっちかっていうとホンダが新しいマーケットを開拓して、うん、田植えして、うん、でこう米ができた頃トヨタが後ろから行って買ってったじゃない、うんうん、でも今回はむしろプリウスが先に行っちゃって、うん、ゴルフセブンとかホンダが後ろから行って、うん、そうですね、美味しい思いしていくという今までとちょっと違う構造になるんで、うん、トヨタは新しい局面を迎えたかも分かんないね。問われてますね、かなり問われてるね、うん、まあ、ちょっと話がトヨタに飛んじゃいましたけど、うん、まあ、ホンダは2013年は、あとデトロイトショーで出たそのレジェンド、はい、まあ、リアモーターベクタリング、うん、フロントは7速 DCT の1モーター、うん、だから3モーターハイブリッド、あと日本に入ってきてないけどアコードの2モーターの、うん、まあ、ちょうどアウトランダーのレンジエクセンダーみたいな、あのプラグインハイブリッドみたいな2モーターをアコードアメリカで出してますよね、うん、だ結局1モーター2モーター3モーター、うん、今年本当全部やるんだよね。なんかその今まであんまり新しいものを提案できてこなかったんでこの数年間、うん、貯めてたなって感じですね。そうだね、やっぱだから IMA 一本でシフトしたんだけど、うん、でも研究開発は多分やってたんだろうね、うん、だから、まあ、トップマネジメントが方向性出したら、まあ、いっぺんに出てきたので、うん、まあ、この1、2、3モーターハイブリッド戦略がホンダが2013年、うん、アメリカ、日本あるいは世界の市場で、火がつくかどうかは、そうですね、まだやってみなきゃ分からない、ね、やっぱりそのハードウェア はできたと、いいと。じゃあそれを、うん、その車っていう商品としてどう提案していくのかっていう部分で、うん、ホンダはまだちょっとマーケティング的に混乱してんのかな、うん、という感じがしますね。そうだね。でやっぱりプリウスハイブリッドイコールプリウスの牙城は強いよね、うん、強いですね、うんうん、だからじゃあレジェンドはどんな高級車として世界観をこう提供してくれるのかとか、うん、まあフィットは盤石だと思うんですけど、うん、じゃあアコードどうなるのとか、うん、そこら辺にこう車っていう商品に落とし込んでいくとまだホンダは何やりたいのか見えてこないですね、うん、そうだね。でまあ実際売れるところはステップワゴンとかそういうところなんだろうから、うん、そこにまだ明確なその戦略というかね新しい、うん、方向性が見えてないので、まあホンダは全部技術は揃ったけど、うん、こっからスタートで商売はまだどうなるか分かんないという、そうですね、まあ、こういう曇りのうち晴れみたいな、うん、ホンダは小枯らしが吹いてるのかな、あトヨタはどうなんだろう小枯らし吹いてるかもしれないですねトヨタだけど、2013年991万台とかって言ってるよ、うん、やっぱり数字とか見てると大したもんなんですよ。確かに、ね、でその例えば中国であんなに騒動があって、うん、車が売れなくなってもそれをアジアでカバーして、うん、まあ、ASEAN、インドネシア、そうですね、インド、でなおかつさらに数百億のコスト削減を1500億だったかな、うん、して利益を
を上乗せしてきたっていうね連結ですけど、そう考えるといやトヨタってまだそのコスト削減する余地が残ってたんだっていうね、あれ自体が驚きなんですよね、うん、まあねこういろんなわわキャキャやってるところがあるからさ、うん、あんなとこコストかなり削減できるんだろうなと思うんだけどまあでも昔からあのカラーコピー禁止とか、うん、コピーはこの裏も使えとか出張をやめてテレビ会議しろっていうのはまあ普通にやってるわけじゃないですか、うん、そっからさらにあんだけその数百億、原価低減したっていうのはよっぽど金使ってないですよこれは。車に車も1000億ぐらいやってるんですけど、多分それは、部品メーカーへのその原価低減要求っていうのは相当大きいでしょうね、まあ、絞ったんだね。そう、うん、でまあそれっていうのはやっぱりその、まあ、本当にその日本の自動車産業にとってはきついことなんで、雑誌が売れなくなるとね原価低減で我々の原稿料がどんどん絞られて、うん、でもそれでも絞られてもあのクオリティを落とすか落とさないかっていうのが結構肝じゃないですか、うん、まあ問われてるよね。でトヨタはあのやっぱりちょっとクオリティの面で昔はそのまあ走りは普通でも見えるとこは立派だったなっていう車だったんですけど、最近はね見えるとこまでやっぱりかなりこう抜いてきた感がありありと見えますね、まあ、ちょっとトヨタの話になったんで、まあ、そのカローラオーリス、まあ、年末に去年の12月にね、うん、まあと驚くタメゴロみたいな車出てきましたよねあのピンクのボディカラーとあのグリル見た時には、はい、もう家でインターネットを見ててひっくり返ったもんね、椅子からね。あれはどう解釈したらいいのかっていうのは僕は本当にあのしかも伝統的なクラウンだよ。そうなんですよ。でね、あれはねよくよく関係者に話を聞いてみると単に話題性が欲しかっただけみたいなんですよ。だからあのピンクのクラウン借りて経団連の有料駐車場行ってみようかと思ってるんだけど、運転町の、でね、入れてくれるかな。あの新聞社とかが来てカラーでクラウンがそのモデルチェンジしたっていうのをピンクの写真載せてくれたって喜んでるわけですよ。でこれがね、まあ、確かにこれその新聞にカラー出て広告批判算したらいくらっていうのはあるかもしれないけど、じゃあそれでそれを見た人がクラウンっていいなとかトヨタっていいなって思うかどうかっていうとネガティブインパクトなんですよ。あれはなんでそんな浅いんだろう考え方が。それはねそこが不思議なんだ。あの天下のトヨタもレクサスだっていい車もちゃんと作ってるじゃない、うん、でブランディングもやってるじゃない、うん、なんでああいうものが出てきちゃうんだろう、ね、あのトヨタに関して言うと、車なんてものは日本市場では皆さんもう興味がないっていう前提でいろいろ考えてるんですね。 CM も要するに車離れ。そうですそうです。でリボンがあってドラえもんが出てきて、うん、そういうことです。でどうせ車なんて話題にしてもらえないんだから、これはもう認知度アップ話題作りっていうのでああいうピンクのクラウンとかが出てきちゃうわけですね、うん、でくだらないテレビの CM が出てきちゃうわけですね。あのゴリラの真似して家族が踊ってるような。でそういうものってやっぱりこの車っていうものをあのやっぱ諦めたある種そのところから出てきてるんですよね。でも作ってる人たちはそうは思ってないと思うよ、クラウン作った人たちは、うん、もちろんもちろん。それはなんかもうあまりも二重構造とかこうねじれ切っちゃったじゃん、マーケティング、うん、ブランディングと。もちろんそうですね、エンジニアリングはね。でその中ではその技術部からこのマーケティング部門へ人をこう入れたりとかやってんだけど変わんないですね。まあダメだな、うん、だからそのやっぱり作り手の思いって、最近トヨタってオーリス乗ってもあの車良くなってきてるじゃないですか、うん、レクサス乗っても。で社長、秋代社長がもっといい車作ろうよって言ってどん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 そのいい車を作り始めているのに、やっぱり、うん、そのマーケティングとか営業とかの人がそこをまだ理解しきれてない感じがしますね。まあ物は作れてもこと作りができてない、うん、まあ、物語が作れないみたいな感じですけど、うん、まああのトヨタのそのクラウンの話をするとなんか暗くなっちゃうから目の前にあのピンクの曲が出てきちゃうんだよ。でもクラウンって、うん、もうちょっと暗くなってもいいですか、うん、あのねクラウンってやっぱり日本では一番のフォーマルセダンですよ、うん、ですごくいいお客さんがいて伝統もあって、うん、っていう車のその価値をトヨタ自身がちゃんと理解しているんだろうかっていうのは僕はすごく疑問なんですよね、うん、そうだね。でなんか国宝級の日本の伝統芸に、そうです、なんかね、うん、でやっぱり JAL があの
ファーストクラス国内やめてクラス J にしていいお客さんがアナに全部移っちゃったっていうのがあったんですけど、それと同じようなことが起きるんじゃないかなっていう感じがしますね。そうだね。まあまあ、それは本当にまだそこは日本の、まあ、ある意味でトヨタがそうということは、つまり日本の自動車業界全体が多かれ少なかれやっぱそういうことところがあって、車作りはまあ世界と戦えるんだけど、その伝え方とかマーケティングとかがまだ、うん、あのデザインとかね、うん、まだそこがドメスティックなのかなって感じがするんですけどね。残念ですね。